はいどうも、タメです。さあ今回も敗退したら即終了、アジア人選抜でチャンピオンズリーグ優勝1年チャレンジやっていきましょう。さあ前回はね、チームの紹介とチャンピオンズリーグ本戦前に1試合テストマッチということでここと戦いまして、まさかの先制を許しビハインドスタートとなった中、見事にエースソン・フンミンの2ゴールの大活躍によって逆転勝利を収めたアジア選抜。今回からついにチャンピオンズリーグ本戦の方、グループリーグでの戦いが始まっていきます。ちなみに相手はミラン、チェルシー、ザルツブルク。まあどこも面白そうな相手だと思っている。でね、初戦の相手がザルツブルクなんで、まあ、このグループでいう一番勝たなくてはいけない相手。誰もこの初戦は絶対に勝ちに行くぞという気持ちでやっていかないと突破が危うくなってきてしまいますので、頑張ってやっていきたいなと思います。そしてアジア選抜のメンバーがこちら。能力チームトップは韓国代表トッテナム所属のソン・フンミン88で、前線はね結構いい選手固まってて、 FC ポルト所属のイラン代表タレミとかね、あとは我らが日本代表鎌田大地、そして控えにもね、レバークーゼンのアズムンとか、ウルブスのファンシチャンとか、三笘、堂安、久保とかもねいますんで、かなりいい戦いできるんじゃないかと思います。前回の試合ではね、圧巻の2ゴールで別格っぷりを発揮してくれたソン・フンミンだったりね、あと遠藤航もやっぱり攻守に効いててめちゃくちゃいい活躍してくれたんで、その辺は今回も注目していきたいね。で、前回のテストマッチの後半から出場したアズムンがね、かなりチームの攻撃を活性化してくれてたんで、彼の使い方っていうところも今後ね重要なポイントとなってくるかもしれない。それでは早速やっていこう。チャンピオンズリーググループステージ第1節、相手はザルツブルク。さあ今回のスタメンは前回に引き続きのこの形でいきましょう。ソン・フンミンと伊東純也のサイドの使い方っていうところがポイントになってくるね。で、オプションとして前回もね使ってますが、この 4-4-2 の形も状況に応じて使っていきたいと思ってます。前回はソン・フンミンを上げて、ソンとタレミの2トップで行ったんだよね。で、そうしたらこの左サイドのところに三笘を投入したりと、いろいろ変化をつけることができますので、今回もどのタイミングで使っていくかだね。さあ、で、戦術はこんな感じでいきます。深さが60で、攻撃時の幅が70で、ペナルティエリアへの侵入が6、このぐらいの距離感が一番ね個人的にはやりやすいかなと現状は思っている。さあやっていこう。相手のメンバーはこんな感じです。さあ絶対に負けられないグループリーグ初戦キックオフ。さあ前のテストマッチではね先制を許してるんで、今回は手堅く先制していきたい。頼むぞタレミ。さあまずは守備から、ここは菅原やばいぞ、いきなりは OK、 ナイスブロック。ソンも使っていきたい。いやちょっと見すぎたな。さあソン・フンミンに通る、切り込んだ。さあここは上がりを待ちたい。オッケーオッケー。いやーこれ無理、冨安切り返して、さあソン・フンミン、鎌田、自分でいけ、冨安。さあどう攻める、鎌田、ここは打たしていい。 OKOK。 さあテストマッチの時よりはねいい入りができている。さあソン・フンミンを使っていきたい。サイド変えて菅原、伊藤純也、そして遠藤。やっぱ遠藤がいいタイミングで上がってくるわ。さあここ気をつけたい。やばいぞ、いやーうまい、あぶれ。さあなんとか前半のうちにリードしたいところ。ソン・フンミン、お前ならいける、タレミ上がってこい。さああるよ、粘って、さあサイドを変えていこう。菅原、さあ自分で行く。菅原クロス、フリーだ。さあもう一回作っていこう。菅原からここは上がりを使っていく。あるよ、
やばい、ナイスブロック板倉、あぶねえ。ここで前半終了。いやー、一進一退の攻防。前半は0対0。ちょっとディフェンスは相当自信ないんで、2点ぐらい入れないと勝てる気しないんだよな。まあ、テストマッチに比べてね、この形もフィットしてきてはいるんだが、いかんせんやっぱ点を取らないと始まらないので、ここはね、テストマッチでも得点を重ねることができたこの 4-4-2 を使って、後半戦っていきたいと思います。さあ、ソン・フンミンをトップに持ってきて、そして鎌田に変えて三笘。さあ、アズムンももう投入しちゃおうか。タレミに変えてアズムン。こんな感じで後半行きましょう。後半キックオフ。頼むぞ、アズムン。さあ、ここ集中したい。板倉。オッケー、ナイス、板倉。アズムン。そして菅原。大外。さあ、ファン速攻じゃねえ、ソン・フンミン。なんでファン速攻出てきた。ナイス。やはりこの男、アジアのエース。ファン速攻ではなくソン・フンミン。菅原のいいクロスが出たね。そしてこの狙いすましたヘディング、やはりソン・フンミンです。先制1対0。さあ、ただまだここからです。追加点を取れるかどうか。そして得点直後がね、マジで失点しやすいんで。オッケー、エンド渡る。さあ、ソン・フンミン強いぞ。いやー、抜け出した。さあ、これ大チャンス。アズムン、いやー、止められる。いや、でもフォーメーション変えて流れ変わったね、完全に。セットプレー、ソン・フンミン、惜しい。やばいぞ、あぶねー。三笘を使っていく。さあ、大カウンター。いや、この時間帯の 1-0 マジで怖い。さあ、選手変えていこうか。さあ、森田疲れ気味なんで、ここは遠藤航をアンカーに持ってきて、さあ、形はこんな感じにしていこう。で、森田に変えて久保建英。さあ、やってくれ。ナイスサイドチェンジ。さあ、いいよ、三笘薫、自分で行っていい。やばいぞ、ここ。いやー、怖すぎる。あぶね。やばい、イカれたそりゃイカれるわ。2点目取れなかったのが悪い。耐え切る力はないんだ。1対1。さあ、ただまだ時間はある。勝ちに行きましょう。ナイス対応、キム・ミンジェ。さあ、ラストワンチャンス作りたい。純也、菅原、行ってこい。さあ、素晴らしい、決めた三笘、三笘薫、劇的すぎる。そして皆さん気づきましたか、また菅原の完璧なクロス。これもうちの武器だよ。いや、菅原マジでいいわ、このクロス。まあ、あとは合わせるだけ。三笘に結果が出た。これはでかいわ。さあ、勝ち越し。ここで試合終了。ラストプレーで勝ちました。いや、これ勝ち点1と3とじゃ、本当に点と地との差があるんで、これマジででかい。内容はまあ散々だったけども。というわけで、グループリーグ第1戦、2対1で勝利。粘り強く勝利をもぎ取った。いや、素晴らしかったね。菅原マジで圧巻だったな。この試合2アシスト。クロス精度がえぐい。そしてソン・フンミンと三笘に1ゴールずつと。しっかりと役者が点を取っている。いや、ただディフェンスは本当に改善しないとまずいなと。というわけで、なんとか感覚をつかんでいきたいな、そこは。
さあやってきたグループリーグ第2戦、相手はイタリアの名門 AC ミラン。さあ今回この試合をやって終わりにしていこう。でね、グループリーグの方1試合目でチェルシーがミランを下してるので、現状アジア選抜は2位とっていう感じなんで、ここでもしね2連勝飾ってミランとの差をさらに開けることができれば、これ2位以上の可能性大きく近づくよね。なんでここでミランを叩いて、もうこのグループをね2強2弱の関係性にしていきたいんだよね。というわけで、これグループリーグにおけるマジで大事な一戦、ここで勝てば突破は大きく近づく。やっていきましょう。さあもう今回はね、先ほど良かったこの 4-4-2 でもうスタートからいきたいと思います。そして2トップにね、今回初の古橋強豪を起用していきます。いやマジで古橋は本当に大好きな選手なんで、タレミとの2トップで自慢の抜け出しを存分に生かしていきたい。さあ今回ソン・フンミンは左サイド、この男もね毎試合今のところゴール中なんで、今回もやってくれることを期待していきましょう。相手のメンバーはこんな感じ。ミランはね強いんだ、やっぱりねトモリとかもいるし、守備結構硬いと思うんで、そこをタレミ古橋の2トップでどう崩していけるのか、そしてうまくジルーを抑えることができるのか、やっていきましょう。グループリーグ第2戦キックオフ、さあ始まった AC ミラン戦、ここは落とすわけにはいかない。さああとお察しの守備がねどのぐらい耐えることができるのか。どうする、あーぶねー、取りどころが分かんねえよ。さあ行きましょう。いやーもったいない、もったいないなそれ。斉藤純也、古橋、作り直していこう。サイド変えて富安から菅原、さあやはり前回大活躍の菅原にボールが集まる。森田からソン・フンミン、やばい、行かれたラファエル・レオンだっけ、またしても先制を許した。アジア選抜、いや守備が脆いのよ、もう攻撃でやっていくしかないんよ。0対1、森田ここ粘って決めていった、森田秀政素晴らしい上がりを見せた、よく粘ったわ。さあここでいい上がりを見せて、奪われたけどここ根性で取り返して、そして素晴らしいシュートを放った森田、追いついた1対1、やばいぞ、板倉ナイスさすが板倉、さあここソン・フンミン細かくつないで遠藤航、素晴らしいファンタスティック遠藤航、豪快にぶち込んだ、見事な逆転。さあもうそこしかないというところ、ゴール右上隅、中盤2枚の活躍で逆転2対1。さあここで突き放す点を取れるかどうかよ、マジでそこ。トミナイス、さあ前半はリードで終えたい、マジでここ踏ん張れ、いやーナイスよく耐えたマジで、やばいよ、あぶねー、中村浩介よく耐えた。ここで前半終了。さあ前半終わって2対1、1点リード。いやマジでよく前半のうちに逆転した、本当に見事。中盤2枚ね、さあ内容は決して悪くない。いやただ1個問題点としてあるのが、このタレミを全然使いこなせてないんだよね。
どう使えばいいの？俺に扱える代物じゃないのかもしれねえ。ワンタッチゴーラー的な感じなのか。というわけでもうちょっと古橋は引っ張りたいので、ここはソン・フンミをトップに持っていって、そしてタレミに変えて三笘薫、これでいきたいと思います。後半キックオフ。さあ3点目取れるかどうかだ。マジでさあ三笘、ソン・フンミン、三笘を使う。伊藤純也、大外。さあ三笘ドリブルで見せていくか。あるよ、決めた。やはりこの男ソン・フンミンです。いや神だわマジで。それ決める。いや三笘のこのドリブルも効いたね。そして最後森田からソン・フンミン、素晴らしいぜマジで。ここで2点突き放せたっていうのは相当でかい。3対1。やばい、怖え、あぶねえ。ここは三笘、ソン・フンミン、そして古橋抜け出していく。決めた、古橋強豪、起用に応えました。いい動き出しするんだ古橋、もう完璧ねこれ。ソン・フンミンから古橋、いやーなかなかいいコース決めたね。さあ選手変えていこう。またしても遠藤をアンカーに持っていって、トップ下にここでフレッシュな鎌田大地、これめちゃくちゃ強いよ。4対1。さあナイスブロック、よく奪った。しかしまだやばいぞ、いかれた。ここで1点返されるか。守備甘かったなマジで。クリアしとけクリアしとけ。4対2。さあただここめちゃめちゃ圧かけてきてるんで、剥がせばチャンスになるよ。三笘、さあこれチャンス。伊藤純也、自分で行く、惜しいね。いやーそれあーぶね、イブラヒモビッチ、そうかイブラがいる。さあカウンター行きましょう。伊藤純也、さあ独走、行けるとこまで行こう。こぼれ、ここで試合終了。激闘を制したアジア選抜2連勝。これでミラン的にはかなり突破厳しくなったんじゃない。というわけでグループリーグ第2戦4対2で勝利。やりました2連勝。完全に攻撃で守備の脆さをカバーすることができた。さあ今回もソン・フンミン1ゴール1アシストの大活躍。さすがだったマジで。そして古橋強吾、起用に応える1ゴール1アシスト。これは嬉しいな。そして森田も1ゴール1アシスト。大活躍。エンドもそうだけどやっぱ中盤2人のね、安定感で支えられてると思うわ。というわけで2試合終えてグループリーグはこんな感じです。メルボルンビクトリーが首位。そしても望み通りの展開。チェルシーもザルツブルクを下して2連勝となったので、もう完全に2強2弱の体制。2位までがね、グループリーグ突破になるんで、前半戦でこの構図に持ち込めたっていうのはかなりでかいと思う。さあただ次プレミアの強豪チェルシーなんで、そこ相手にどんな試合になるのか。いやー今日はなんとか2連勝で終わることができた。プレイヤー技術はさておき、なんとか気合で掴み取ったよ。さあということで次回もまた優勝目指してアジア選抜突き進んでいきたいと思います。この動画良かったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。